1990年代を代表するスター選手の一人だったブガリアのレジェンド、フリスト・ストイチコ、死が8日に55歳となった。UEFA チャンピオンズリーグ、CL 式ツイッターアカウントでは、同氏の誕生日、祝い、現役時代のゴールを動画で紹介してい、今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、ストイコフ氏は1994年、ワールドカップアメリカ大会で天王に輝いて、ブルガリア代表を準決勝進出、快挙に導き、その年のバロンドールも受賞。キリア終盤には、日本の柏レイソルでもプレー、だ。クラブレベルで最大の実績を残したのは、1990第2K7 シーズンを過ごしたバルセロナでの、とだった。バルサでは公式戦、通算255試合に出場、で117得点を記録。伝説のヨハン・クライフ氏が、ただしを務め、現監督であるロナルド・クーマンのほかロマ・アリオ氏や、ジョゼップ・グアル、イオラ氏、ミカエル・ラウドルップ氏などをして、ドリームチームと呼ばれた時代の主力、ンバーだった。欧州カップの舞台でも1992年の、バ・セロナ初優勝や、2年後の準優勝に貢献するな、活躍。クラブの歴史に名を残す英雄の一人と、で語り継がれている。次ページ、動画、後に、J リーグとなった W 杯得点王。ストイチコフ・シバルサ、大のスーパーゴール。